はいみなさん、こんにちは。はい、で来てる、えー。今回は Y シャツケイちゃんです。えー、っとね、Y シャツケイちゃんというとですね、えー、ちょっとね、えー、他の動画でもちょっと申し上げたんですけども、えー、あるご視聴者の方か,ら方からですね、Y シャツケイちゃんっていうのはやめた方がいいんじゃないんですかって言って、なぜかというと、 ワイシャツじゃなくてですね言葉がですね、わいせつけいちゃんに聞こえちゃったっていうんですね。えー、なのでね、えー、今回もね、ワイシャツけいちゃんですということでね、はっきり。 ちょっとね、言おうかなと思います。えー、私もね、滑舌自体ね、あんまり良くありませんのでね。だから確かにね、ちょっと、ボソボソって言うとですね、おそらくはね、確かに、わいせつけいちゃん。うん、聞こえちゃうのかなと思ってですね。えー、私自身は決してですね、わいせつだと思っておりませんので、ワイワイシャツを着たけいちゃんです、ということです。相変わどうでもいいんですけども。はい、えー 今現在ですね、月曜日の朝を迎えております。今週もですね、いよいよ始まりましたということで、皆さん頑張って生きていきましょうみたいな感じなんですけども、私もですね、今月曜日の朝、ちょっと早めに起きてですね、案の定、今日はなんか新しい記事が出てるかなと思ってね、見ててたらやっぱり出取りましたっていう中でね、ちょっとまたこの動画を撮ってからですね、 また、あの、マニアのですね、えー、クライアントのところに出向きたいなというふうに思っております。なんですけども、えー、その記事の内容というのがですね、デイリー新調。新、え、調、ー、がですね、えー、今朝方早く出しとりました。で、えー、まあ、どういうようなことかというと、まあ、内容的にはね、皆さん結構もう、えー、よくご存知なんですけども、KK、えー、の息子が、えー、落ちましたねと、えー、ニューヨークの司法試験不合格でした。 というようなことに加えてですね、片谷エムコさん、トンツラコンの、えー、片方のですね、エムコさんに関しては、えー、どうもメトロポリタン美術館で、えー、なんかね、ご自身の名前が入ったような形で作品出してるね、みたいなことで、えー、なんかインターン的に働いてるんじゃないの無給なの、えー、有給なの、えー、もしくはですね、えー、なんかどこその雑誌では10万円ぐらいもらったんじゃないのみたいなね。 そんなようなね、記事もポンと出,とり出たり、出たりしておりましたけども、まあそういうような状況の中でね、えーまあ、今回のこのね、清張の記事に関しては、どちらかというと、新張のこの記者がですね、まあそういったようなことを全部まとめて、まあこうなんじゃないのみたいなことを、ちょっとね、考察的な記事ではあるんですけどね、ちょっとそれを引用はさせてもらうんですけども、それに加えて私もね、 えまあおそらくね、こうなんじゃないのかなっていうようなね、感じで、えー、この漂流夫妻というかですね、このトンズラ漂流夫妻がですね、今なおですね、これからなお、もう、また、えー、もしかしたら次のまた、召試験まで、もしかしたらまたその次みたいな形で漂流していくんじゃないかなっていうような感じを受け取ります。で、えー、この記事のね、まずタイトルなんですけども、あるお家のご当主、まあ、江宮様ですね、は大ショックですよと。 えー、ところがビザ問題、えー、これは経 k 夫妻のビザ問題は既にもしかしたら解決してるかもしれないねというような話と、じゃあローウェンステイン・サンドラーですね、法律事務所、なんでクビにならないのもしかしたらクビになるかもねみたいなね、<laughs> まあそんなようなね、えー、タイトルなんですけども。で、えー、そういった中で、えーまあ、記事の内容としてはもう皆さんよくご存知の通り、えー 前回の試験ね、えー、5点足りずで、えー、無念だけど落ちました、みたいなことをね、奥野さんに電話しました、なんてね、5点足りないんですって、本当かよ、みたいな。絶対私信じておりません。<laughs> 他の動画でも言ったけどね、全然信じてません。まあいいんだけど、それはね、私は勝手に信じてないっていうだけの話だからね。えー、真実は本人のみぞ知るなんですけどね。えー、で まあそういったようなことを受けて、え、えぬみ殿下もですね、ショックを受けておられるようだよ、みたいなことが書いてあるんだけどね。ね、まあなんかね、今更ながらっていう感じするんですけどね。だったらなんで結婚を認めたんだよって感じしますけどね。 ちゃんとですね、試験が受かって、ちゃんとね、定職についてね、ちゃんとね、確固たるね、収入があるというようなことを見極めて、結婚というのは許すべきものなんじゃないんですか。ましてやですね、一般家庭じゃないんだよ。皇族の方のね、内親王殿下の、えー、ご結婚だったわけですよ。それをですね、こんなふわ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 してるような状態で、なんで結婚を認めちゃったのかっていうのはね、えー 後悔先に、えー、立たずじゃありませんけども、今更ながらという感じですけども、そういったようなこともね、えー、ちょっと書いております。で、えー、まあ、そういったようなことで、まあね、今現在、KK、えー、の息子は OPT プログラムだろうとか、まあ、これはもういいですね。もう皆さんよくご存知の話なので。で、えー、なおかつですね、はい、やれね、えー、外丸省だ、やれ総領事館だとかね、えー、新しく総領事になった森美京さんにね、 えー、先々月ぐらいね、ちゃんと接見してますよとかね、娘をよろしくみたいなことでやっておりますよね。ここら辺ももう皆さんご存知だと思います。もうとにかくね、まる特権も,もう総動員みたいな形でね、で、例のテイミスが暴露したように、えーねえー、その WCO のね、無試験弁護士やります、ないですけども、それに伴ったサテライト事故はどうだとかね。 ありとあらゆるような特権をね、もう総動員してるわけですよね。にもかかわらず本人は受からないと。<laughs> もうね。受からないにもかかわらず、え、何えベンチャー企業を作って俺を社長にしてくれだとか。いやいや、本当にね、大した球だよねって感じだよね。よくここまで言えるなっていうね。私は言えないな。私がもし、まあ絶対になりたくもないけどね。なりたくもないけど、私がこの KK 息子の立場だったとしても、そこまで言えないなっていう感じだけどね。 よく言えるなってね。まあ、ある意味ね。まあ、ちょっと1万歩ぐらい譲ってですね。ある意味、肝が据わってるというかね。<laughs> まあ、まあ、単純にですね。えー、何も考えてないって、考えてないって話だけなんだけどね。で、えー、まあ、そういうような中でですね。えっ、ー、とね、ちょっとね、ビザの話してるんだよね。まあ、これもあくまでもね、この清朝の記,記者がこういうふうに考えてるというようなことなんですけど、 要はね、えム、ー、こさんに関しては、美術館などの活動を通じて、えー、これは過去のですね、例えばイギリスのレッサー大学等に、まあ、留学されましたよね、そういったようなところで、まあ、結局修士号を取ってますね、というようなことに、えー、もう鑑みてですね、要は、えー、その過去の、今までのですエ、ね、ム子さんのそういったような活動を通じてですね、エムこさん自身がすでにね、O1 ビザ、要は本当にその、 非常に、ね、難しいと言われるビザですねもうよっぽどですねなんかねすごい形でその何、えー、て言うんですかそのね美術だったら美術とか芸術とかそういった択一、えー、もうね非常にもう何て言うのもうあのー、それこそね、えー、すごい賞を受けたとかねそういうような人にしか与えられないであろうという取得が非常に難しいというふうに言われているような大湾ビザをもうね 取得を検討している、もしくはもうね、取得しているかもしれないねっていうようなこともね、えー、この記者の方は言われておりますね。で、えー、ちょっと読みますけどね、要はね、メトロポリタン美術館のサポートを受けて、元皇族としての人脈がアピールされるなら、ビザの取得のハードルはさほど高くはなく、既に取得している可能性もないわけではないでしょう、なんちゅうことを言ってるわけですね。 で、その場合には当然ですね、KK、えー、息子は配偶者ビザ、はい、配偶者ビザ、はい、ひも決定みたいなね、<laughs> そういうようなことで、ひも決定の中で、えー、次回の3回目の試験を目指す、でもまた落ちるんだわ、つっ,って、<laughs> その状況がいつまで続くの。 そんなような状況がまだね、2回、3回、4回、5回と、まだ続くんですか。3回受けてもダメ、4回受けてもダメ、5回受けてもダメっていう中で、いよいよもってですね、M 子さんがね、もうダメだっていうことでね、はい、えー、そのうちね、いこの結婚は収束に向かうんでしょうかみたいな感じですよね。言って、言いたいとこと言ってっけどね、私もね。<laughs> 私の勝手な妄想ですけどね。えー、というようなことで、まあ、あの、この記者の方はですね、 まあ、このもしかしたらもう、エムさん、大ビザね。まあ、もしかしたら J ビザかもしれないけれども、すでにね、ビザを取得してるんじゃないのか。あのね、私もね、このね、エムさんのビザ問題ね、まあ、いろいろ、その、なんていうのかな、それこそですね、まあ、ビザをね今、今までの F2 ビザですか、あの例の KK 息子のですね、学生ビザの配偶者としてね、当然働けないというビザの中で、あの例のね、 名前が出てきた作品がボンと出てきた。あれがねえ、ボランティアだったとしても、やっぱりそういう仕事をしているというようなことに関しては、それこそね、不法滞在じゃないかっていう話もちょっと今出ておりますけども、まあ、それはちょっとね、置いといたとしてもですね、またこれは、あくまでもね、あくまでも私のね、えー、考えというかですね、こうなんじゃないかなっていうようなね、ことではあるんですけども、やっぱりね、エムさんね、これ、何らかのビザをもう切り替えてんじゃないのかなっていう線がやっぱりね、 強いんじゃないかなっていう気はしますよね。っていうのは、いやね、いくらトンズラ婚ね、トンズラ夫婦だったとしてもね、やっぱりこれだけね、M 子さん、まあ、KK 息子もそうですけれども、どうしてもやっぱりアメリカにいたいっていうのが強いわけですよね。というようなことは、要は本人たちもやっぱりこのビザという問題、当然ビザがなきゃいられないんだからね。元皇族だろうが何だろうが、ビザがなきゃいられないわけですからね。アメリカから出てけってなっちゃうわけですから、 それを考えるとね、やっぱりね、自分たちでもね、やっぱりこのビザの問題だけは、それこそね、司法試験なんかとりあえず置いといたとしてもね、ビザの問題だけはね、やっぱり真剣に考えてると思うんですよね。という中で、あのね、えむ、ー、こさんの名前がバーンとね、メトロポリタンの美術館の作品に出たわけですよね。それがボランティアであったとしても、ある程度10万円をね、受け取ったりしてもですね、やっぱりそれはね、働くっていう観点、 いくらなんでもね、M 子さんはね、そういったようなことをね、やっぱり脳力をよぎると思うんですよね、そのビザ問題ね。で、当然その、いろんな人にやっぱりね、相談してると思うんだよね。それこそ、領事館だとかね、え外務省だとかね。で、やっぱりそういうような、万が一にでもそういったね、不法就労、就労とか、就労とかね、そんなようなことになってまずいので、ということを一番気にしてるのが当然、M 子さんだから、それを考えればね、まずあの、 名前がボーンとあれが2月の3日でしたかねあれが出る前に私は思うんですけどもこの今回の新、ね、この,あの,新の記,事記者じゃありませんけども、うん、ビザをもう切り替えてる、ね、可能性もあるなという、ね、気はいたしますよね。まあそういったようなことを持ってまあええかげんなことを言っているいつもいい加減なことを言っている KK 息子ですけどもまあアメ,リカアメリカからね電話してね。<laughs> 無念ですと。5点足りなかった無念です。でも次回しっかりやりますなんていうことを、まあ一応ね、電話したんじゃないのかなっていう気はしますけどね。まあまだお金流れてんじゃないんですか。<laughs> 総合法律事務所から。私の勝手な、これも私の勝手な妄想ですけどね。だから電話したんじゃないの。もう、もう、あの、金の切れ目が縁の切れ目じゃありませんけども、もうね、えー、まあ奥野さんもまだね、サポートしますよって言ってましたからね、前回もね。 だからと、まだね、お金流れてんじゃないの <laughs> だから電話したんじゃないのっていうふうにね、私なんかね、勘ぐっちゃいますけどね。妄想ね。<laughs> まあ、というようなことで、今回ね、新庄が、えー、特にやっぱりね、気になるのはエムコさんのビザ関係ですよねうん。私はね、もうこれね、その2月3日にこの,あの作品がね、メトロポリタン美術館でバーンとね、えー、ウェブ上で出る。 出た時にはすでにですね、もうなんか切り替えてたんじゃないのかなっていう気はしますね。まあちょっとね、わかんないけどね。まあいずれにしてもこのビザ問題にしても、ローエステインサンドラーのね、終、えー、了,了状況に関してもですね、まあこういったような記事がいろいろ出てくることによって、まあこれそれこそですね、ここ1、2ヶ月ぐらい、それこそ次回の7月の試験の前ぐらいまでには、 えー、はっきりとした真相が分かってくるんじゃないでしょうかね。ちょっと気になりますけどね。という話です。はい。えー、じゃあ、これちょっとね、収録をしてですね、えー、配信間際にして、まあ、配信はね、ちょっとね、お昼過ぎぐらいにしようと思ってますけども、えー、で、いよいよちょっとね、えー、これから、まあ、また今日も頑張ろうみたいな形で <laughs>、ちょっとクライアントの事務所へ行きたいなと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画を。バイバイ。